武さんちょっとあの見てもらいたいものあるんで、いいよ、来ていただいてよろしいですか。いいよ。どれ？ちょっとあのネギなんですけど。ネギ。はい。ちょっとあのネギ坊主なんですけど、ね、これどんな感じですか？この色的に。あのこれだともう遅いんだよね。遅いですか。遅い。うちでやってるネギ坊主っていうのが、はい、抜いちゃうよ。はい。これあるでしょ。はい。こういうやつ。はい。だこれはもう全然ダメで。はい。なんか芯が入ってるでしょ。ああ、なるほど。だから根もんなくていいの。あ、すいません。これなんですよ。ああ、美味しそう。綺麗ですね。いい匂い。これで、だからあのこの1本のネギ餃子を取るために。ネギを1本、まあ、無駄にするっていうかね、はい、まあ、ここはネギとして使えるんだけども、はい、あのまあ目的はここだから、はい、こっちはうちは捨てちゃう。でこれどうやって食べるかっていうと、このまま、ソテーしてもいいし、はい、あと天ぷら、はい、天ぷらにするときに目元ね、はい、これをこうやって開くんだよ、はい、薄皮を。でこのままこのまま揚げると、うん、これがカリカリになるから、うん、結構かっこいいわけ。あ、なるほどですね。でこれまあ花なんだけど、はい、うん、ありがとうございます。かっこよくない？中のかっこいいでしょ。このまま綺麗です。食べれる。食べれる。あ、美味しい。うん、すごい。風味が。だから例えばあの春限定でお蕎麦の薬味とかネギ使うじゃないですか。か今時期しか取れないから、うん、それに使うとか。うん、美味しいです。うん、美味しい。もう一回。はい。かっこいいでしょ。はい。これはいい薬味ですね。で、こっち、こっちは剥けば使えるんだけど、で本来は、はい、ちょっと色が濃いですね。あのネギ坊主を出荷する人っていうのは、はい、これを出荷してるんですよ。うん、でも武井ファームはさっきのを出荷する。はい、だこれが他との差別かな。なるほど。わかる。味は美味しいんですかこれ？若い方が美味しいし、はい、これ本来は。あのここにでっかくなっちゃうんだよね、はい、でっかく。だからそうするとあのフレンチとかイタリアンのお店に行った時のお皿に乗っけたサイズ感がやっぱこっち、うん、ちっちゃい方がいい、うん、なるほど。 OK、はい、あとはあとあのこっちルッコラがもう到達しちゃってるんですけどね。この ルッコラは、はい、こう到達してるでしょ、はい、そしたらこういうとこあるじゃないですか、はいはい、これ今ポキッと折れたじゃない、はい、ポキッと折れると、はい、筋張らないんですよ、はいはい、ありがとうございます。あ、柔らかいですね、うん、そうルッコラです。味濃くない？うん、濃いです。辛い。味濃い、ね、生でもいけるし、うん、加熱しても大丈夫、うんうん、で加熱してもこのぐらいの濃さがあるから、うん、香りとかが飛ばないんですよ。なるほど。だから少量多品目で作ってる人たちは、はい、この時期にルッコラを収穫しないで、はい、わざと到達させてこれを収穫してる。なるほど。花が咲いたってるのはもうダメですか？ね、はい、
花も一応食べられるんだけど、はい、まあこれはもう例えばこれちょっと切って折ってください。折れないでしょ、はい、もう硬いですね。硬いでしょ、はい、だからこういうものは全部ハサミで収穫するんじゃなくて指、はいはい、だからあのクオリティを考えた場合この花あるじゃないですか、基本的にも出さない方がいい、はい、食べました？いや食べてないです。食べてないの？食べてないです。なんだよ、これ一番欲しいんじゃん。